廃車構造を表した図中央に廃車、ずっと右に校舎が見られる、レーレバノン、エドン近くに見られる廃車廃車は構造地質学において山状になっていて古い地層が中心部に来ているような集局である。山状になっていれば、どのような集局でも指すアンチフォームとは異なる。このため、各地層の年代関係が明らかになっていないときは、 アンチフォームという言葉が使われる。地質図において、敗者は通常岩石地層の順序が終局の中心に向かって次第に古くなっていく。これは流起された終局中心部はそれ以外の部分に比べて優先的に古い層女の地層まで風化していくからである。地層は終局の中心から流れ盤になっている。敗者が地表面に対して傾斜した場合、表面の地層は 傾きの向きを示す、V 字状になる。敗者は通常、脇に後者が伴うが、断層によりこれらの関係が複雑になり、はっきりしなく、なることがある。終局は、典型的には、作り山運動に伴う、圧縮の結果として起きる、地殻変動によって発生する。山状の終局構造は、どのようなものであれ、アンチフォームと呼ばれる。中心から離れるにつれて、次第に、 新しい地層になっているようなアンチフォームが廃車である。アンチフォームあるいは廃車には、終局の頂点になっている地層上の最高地点である廃車間がある。廃車頂きは、終局におけるある地層において曲率が最大になっている地点である。廃車軸は、廃車においてある地層における廃車頂きを二次元断面的に結んだものである。 異なる地層の廃射板だけを三次元的に結んだ面のことを廃射軸面と呼ぶ。対照的な廃射では、廃射軸面の地表面との光線は、廃射間と一致する。非対称的な廃射では、廃射軸面の地表面との光線は、廃射間から終局のよりきつい面の側にずれる。点灯廃射は、非対称な廃射で、一方の廃射翼が垂直を越えて傾いて、 地層の層序が上下逆転しているようなものである。すべての方向に沈み込んで円形や大円形状になっている構造をドームと呼ぶ。ドームは一回の地殻変動によって形成されるか、岩塩や血岩などの構造的に柔軟な物質が下部のマグマの貫入、上部への動きによる大アピールによって形成される。有名なリシャット構造は、 廃車あるいはドームが風化によって露出したものであると考えられている。両端が沈み込んでいる廃車はダブリープランジェングアンティクラインと呼ばれ、複数回の地殻変動や二つの集局の重ね合わせ、あるいは下部のデタッチメント断層の基下構造の関係やそのデタッチメント断層表面に沿った移動量の差によって形成された可能性がある。こうした地質構造において、 最高地点となっている場所をごく高支部と呼ぶ。堆積物が溜まることで発達した細長いドームはペリクラインと呼ばれる。副廃車は地域的な規模での廃車で連続した廃車場の終局があるものである。例としては、ジュラ期末から白秋初期にかけてのパーセル副廃車やアパラチア山脈のバージニア州、メリーランド州北部にあるブルーリッジ副廃車、 ペンシルベニア州中央部にあるニッタニーバレーなどがある。廃車における構造トラップ両端が沈み込んだ廃車や極高支部、地質構造的なドームなどは、石油や天然ガス口策の公的地である。低密度の石油は浮き上がって、透水性の低い地層や断層によって遮られるまで、終局の高い部分へと上昇する。炭化水素を閉じ込めている、透水性の低いものとしては、結岸。 石灰石、砂岩、岩塩などである。透水性の低いものであれば、実際の地質を問わない。ベリクラインは、厚く、金属を含んだ塩水を貯める重要な地点で、アイルランド式の鉛や塩鉱石や、ウラン鉱石などを形成する。集局した地層における極高支部が、破砕や断層によって断ち切られているところは、クラ状鉱脈の金鉱石が堆積しやすい場所である。 ありがとうございます。